どうも皆様お疲れ様です。今回はリクエストをいただいていたデザートイーグルの動画になります。先に断っておきますと、デザートイーグルちゃんは現状過去イベントでのクリア報酬やドロップでのみ入手可能です。つまり今から新しくお迎えすることは現状不可能になっています。あらかじめご了承ください。しかしながら強力なキャラの一人であるので、不況の一環として今回の動画を作成しています。ぜひ最後までご覧になっていってください。それでは本編始まります。まずはデザートイーグルちゃんの性能面から見ていきます。デザートイーグルは星5のハンドガンキャラです。彼女を一言で表すなら、脳筋という言葉がぴったりでしょう。彼女はハンドガンキャラでありながら、波のアタッカー以上のダメージを容易に出せてしまうのです。まゆつばぶつだと思う指揮官様もいると思いますので、実際に比較してみましょう。今回はアニメでも活躍があった AR15 さんにお越しいただきました。どちらも装備は私の手持ちの中では最も良いものを装備させ、AR15 に関しては専用装備もしっかり育成しております。レベルに関してはメンタルアップグレードに関係上 AR15 の方が高いですが、まさかこれで負けるわけないよな。それでは早速比較していきましょう。ダメージの数値を見るに、AR15 はダメージこそ少ないですが、継続的なダメージが入っています。一方デザートイーグルは途切れ途切れではあるものの、高いダメージを出していますね。ちなみに比較の方法ですが、ターゲット訓練の敵ターゲットに与えたダメージの総量で比較します。今回の比較時間は70秒としました。理由は60秒でタイマー止めるの忘れたからです。ごめんね。というわけで計測が終了しました。結果はどうなっているでしょうか。結果はこのようになりました。AR15 は約115,000ダメージ、デザートイーグルは160,000ダメージでした。計測時間に多少の誤差はあるものの、AR15 よりもダメージを出せることはご理解いただけたと思います。そんな高いダメージを支えるのが、彼女のスキルです。彼女のスキルは自己バフ、ダメージアップ、シールド貫通とアタッカー欲張りセットのような内容。一つ一つ見ていきましょう。まずは自身の射速アップバフ。もともとデザートイーグルは火力が高い代わりに射速が低いステータスをしているのですが、このスキルで自分の足りないステータスを補っています。そして下のダメージアップが、彼女を脳筋たらしめている原因です。かなりざっくり説明すると、スキル発動中に相手が受けるダメージが 1.1 倍され、さらに自分が与えるダメージが 4.1 倍されます。合計で最大 4.5 倍のダメージバフになります。いかにぶっ飛んだ効果であるかは、先ほどのダメージ比較の動画を見た指揮官用ならわかるはずです。そしておまけのようにシールドの貫通効果をデフォルトで持っています。シールドを展開する敵キャラクターは、どれも強力なので、そんな相手に有利を取ることができます。そんな強力な彼女ですが、明確に不利がついてしまう場合があります。それは変更障壁を持つ相手と戦う場合です。彼女のスキルでシールドは実質無力化できるのですが、変更障壁は効果の対象外になります。おとなしく重装部隊を出して対策しましょう。また大量の敵が向かってくる場合も相性が悪いです。スキルの特性上、敵が多いとダメージバフがばらけてしまうため、そのような相手にはおすすめできません。以上のことを理解した上で、編成例を考えてみましょう。デザートイーグルの編成で、大事なことはたキャラで彼女を全力でサポートすることです。編成としては、IWS システムのようなアタッカー1、サポート4の編成でデザートイーグルをゴリゴリに強化します。今回ご用意した編成は、こちらになります。海外の動画を丸パクリした編成なので、強さは折り紙付きです。元動画の方では華麗なコントロールを見せていましたが、私にそんな技術はないため最低限のコントロールのみです。それでも強敵たちを正面からねじ伏せるデザートイーグルちゃんの様子は最後にまとめておきます。ぜひ最後までご覧ください。もちろんこれらの編成はあくまで一例ですので、他のキャラとの組み合わせも可能です。個人的な意見では、高い火力バフを持つ MK23 や SAA、相手へのよダメージアップの HP35、メイン火力を強力にサポートするウェブリーが候補になります。他にも様々なキャラとの組み合わせが考えられます。自分の部隊と相談して決めてください。さて今回デザートイーグルを使ってみての感想ですが、誇張抜きで想像の3倍くらいは強かったです。ハンドガンキャラのアタッカーなんてたかが知れていると思っていたので、想像以上の火力にびっくりしました。間違いなく今後も使っていくことになるキャラに巡り合えたと思います。これが大きな収穫でした。もしデザートイーグルちゃんを倉庫でいぶらせている指揮官用がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機に育成してみることを強く勧めます。こんな感じで今回の動画はここまで。最後にデザートイーグルちゃんの戦闘シーンを流しておきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではここまでのご視聴ありがとうございました。
This moment, so turn out the lights and let's make a deal.